お互いの一番印象に残ってるシーンは？おお、なるほどね。印象に残ってるシーン？はい。なんだろうね。やっぱどうしてもさ、最あ、どうぞどうぞ。最初はグッジャケ、はい。どうぞ。あ、そっか。そうっすね。あ、でもね、あの1話の、うん、請求書、請求書、請求書。請求書、また請求書、請求書ばっかりだ。あ、お互いじゃ、お互いやからそうじゃないんですか。お互いの、お互いのね。そう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 。請求書、請求書、請求書ってところを、後々アドリブっていうのを聞いて、すげえと思って。そう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 。請求書、請求書、請求書。そう、それが恥ずかしい。はい、見てて僕もすっげえ笑ったのを覚えてるんで。それはすごい印象に残ってますね。 ありがとうございます、はい、じゃあ私好きー好きあれ、あれね、優勝でしょ。あれ大型犬だよ。いやゴールデンレトリバーでしょ。あ、ごめんなさい、ゴールデンミチェーダーですね。ごめんなさい、失礼いたしました。どっちでもいいんですよ、もう言うんだったら。あれ可愛かったな。いやいやいや、ありがとうございます。恥ずかしいな。5、6話の恥ずかしい瞬間ですよ、あれ、うん、はい、5、6話のタクやばかったもんね。ね、結構そうクールどこ行ったみたいな。そう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 、タクって恋愛するとこんな感じになるんだみたいな ね、なって、はい、